クロード様と呼ばれているのでしょうね。生きた人間にしか見えません。何かあったのか。ん、別に。どうして。聞いたか、石川先生は死んでなかったんだって。戦を生き延びたのか。すごいな。出陣にしな。先生ほどの腕前なら大いに役に立てたろうに。もう戦ってんだよ。もう戦う。新しい弟子としよう。いや、
내기 좀 봤습니다.
少々手荒だが使えそうだ。Юу ч биш байж. Тийм бол яах вэ? Энэ хавас арваад байсан. Сум шунгын шиг болсон. Юу ч алга да. Очиж бари. Доошо, доошо. Сон биш байсан юм байлгүй дээ. Хингэтэй дээ. Тэнд байна.
저래! 敵。
ノリオだ。だが他の層がおらぬ。夕日が沈む中、遥か向こうに鬼の姿をこの目で見ました。鬼といえばこんな伝承がございます。
堺様! ノリオ! 他の層はどこだ? 村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが猛虎にさらわれたのです村は無事なのか? 方針が猛虎に従ったおかげで 抗う者は殺し従う者に褒美を 奴らのやり口だ 手向かえばよかったものを 村のためを思ったのだろう いずれ猛虎は戻る ただ時を延ばしたにすぎません そのために我らがおるのだ どこへ行ったかわかるか? 茶畑の向こうへ行きました 足跡をたどるぞ仲間は無事でしょうか? 治療ができるのならば生かしておくはずだ 猛虎は道理が通じぬ獣ですよ 新しい品が入りました どうぞ。 それで猛虎を倒してください。 役立つはずです。 素材が足りないようですね。では。またお越しください。 こちらへ来てください。 どうぞご覧ください。 お役に立ててください。 あなたのご武運を願ってますよ。
し。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄を諌めてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎらたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。
逃がしてやる。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。どうした？皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きのくすしゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。先生がおるはずだが。一口だけでも。おらぬか。誰か見たやもしれんな。役立つものばかりです。実は一つだけも。何かお探しですか？素材が足りないようですね。人殺したよ。あんたの夫になる男だって馬で踏み殺されたの。その人のことだよ。ひどいようだけど、夫婦になろうと決めたのも両親のためだった。字がちょっとマシだね。クローズ様が和田の浦に入ったらしいな。坂織の姿に変化したって。さあどうぞ見ていってくださいよ。お譲りできるのはこれだけです。あれは見事だったな。地頭医が隣り合って戦ってよ。大勢の猛虎が城を守ってたんだろう。そう、それなのに。
ず対馬から逃げ出してやる。誰かに連れ出してもらうつもり？一人じゃ無理だからね。ほら泣きやんで。何も怖くない。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。腰抜けども。石川先生が危ない。大将、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 擦り傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。まずまずの敵だ。